佐賀桜マラソン2022オンライン3月17日よりいよいよ開幕。道下美里です。今回エントリーをされた皆さんはオンラインでの大会でのエントリーということです。皆さんのそのチャレンジ精神本当にすごいなと感心しています。まず距離達成チャレンジというのにエントリーをされた皆さん、今回オンラインで初めて走るっていうのが何のかなと思います。走り方は距離にチャレンジするもよし、週末が2回あるのでその土日で10キロごと走って 42.195 キロを達成するもよし、あとまた一緒にエントリーした仲間と、今回は仲間と一緒にチャレンジをするもよし。と天気予報を見て風ないなっていう日を選んで、よりタイムが出る日を選んでチャレンジをするもよし。皆さんのタイムチャレンジ、ぜひ自己記録更新目指して頑張ってください。私もふと走り慣れた公園でタイムアタックしたいなと思っています。皆さんの今回の佐賀桜マラソンのチャレンジがまた次のチャレンジへとつながることを願って、佐賀桜マラソン一緒に頑張りましょう。三沢ホームは半世紀にわたり南極昭和基地の建設に携わり支えてきました。センチュリーモノコック、その技術は私たちの住まいにも。三沢ホーム。